ください。 Wi-Fi さえあれば他には何もいりませんので。すまん、うちはペットはダメなんだ。ちっ、冷たいやつめ。ここはあの時の冷凍倉庫か。そのようだな。漫画喫茶やオタクショップではないんだな。いや、倉庫というロケーションは特撮ドラマなどではおなじみと言える。詳しいな。こうなることを予測して太田の趣味に関する情報を検索しておいた。なるほど。ところでお前、なんだか小さくなってないか。ああ、あるいは私以外の全てが大きいのか。興味深い現象だ。おい、あれは。このままだとイリスが。待てー、天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。悪を倒せと僕を呼ぶ。アゼトンちゃん、待ってろ。今助けるぜ。ターン。ちゃんは僕が守る。今のはあの時見た配信映像のものだ。太田の記憶の再現が行われているのかもしれない。多少誇張されてはいるが。よし、ならスムーズに記憶が再現されるよう俺たちがサポートしてやろう。ソニウムスキャン開始。感じで。そう、これじゃ何の成果も得られませんでしたってことになる。どうする。なんだかわからんが、仕入れた知識が役に立ちそうだな。こんなことのためにローカルストレージの容量を使いたくはなかった。ツルツルに凍った床だ。これは伊達の分。これは伊達の分。これは伊達の分だ。俺は何をされたんだ。戦わなければ生き残れない。うお
待てさ、残り4分切りましたよ。な、棚に取り付けられたプレートだ。寒さのせいだろうな。びっしりと霜がついている。ドラム缶だ。横倒しにされているが。僕はそのうち考えるのをやめた。あれはアセトンちゃん。うろたえるんじゃない。松下太田はうろたえない。しないと。残り3分切りました。伊達さん、電源盤のようだ。金に冷えてやがる。いいか相棒、目標のスイッチに向かって投げるんだ。目標のスイッチに向かって投げる。目標のスイッチに向かって投げる。目標のスイッチに向かって投げる。なあ、こいつ本当にイリスを助けたんだよな。真偽はともかく、私が太田の最後の希望なんだ。なんとか立ち上がらせてやらないと。まったく、イライラするな。太田がぶつかって棚から落ちてきたリモコンだ。行くぞ。何かの音はするが、どこにも反応はないな。きっと私が押すべきじゃないんだ。あいつが押せば、もしかしたら。ああ、あいつか。太田、残り2分ないですよ。急いでください。
イリスの平和はオータの手で掴み取ることに価値があると僕の中のゴーストが囁いた。すまん、ここで逃げるわけにはいかない。アセトンちゃんを犠牲にはしない。目覚めろ、その魂。伊達くん、もう限界よ。待ってくれ、もう少しで犯人の顔が。ピュータ、強制遮断して。よせ、やめろ。一体何考えてるの？ソムニウム世界に留まっていられるのは6分間。それを過ぎると自我が相手の中に取り込まれちゃうのよ。わかってる。いいえ、あなたはわかってないわ。これは伊達くんだけの問題じゃないの。侵食が起きたら対象者の身も危険にさらすことになるのよ。ちなみにですが、幸いシンク終了後の脳波に異常はありませんでした。伊達さんも太田くんも。とはいえタイミング的には本当にギリギリのところで。しょうがないだろ、ボスもピュータもモニターで見てたはずだ。もう少しで犯人の顔が見えそうだったんだよ。必ずしも見えるとは限らないでしょ。そのためには太田くんが現実の世界で犯人の顔を目撃している必要があるわ。対象者が目にしたことのないものは夢の中でも再現されないんだから。太田、どうなんだ？え？お前、あの倉庫の中で犯人の顔を見たんじゃ。みんなが何を話してるのかさっぱりわからないけど、とにかく犯人の顔は見てないよ。もしも見てたらとっくの昔に行ってるって。ほらね。まあ見ようとはしたけどね、あの白クマがぶっ倒れた時に。あいつ意識を失ってるみたいだったから、僕は着ぐるみの頭部に手をかけて、でもそれを外そうとした瞬間脇腹をぐさって。ソムニウムで見た光景と同じだな。Thank you.
あの長机に乗ってアセトンちゃんと一緒に世界中を旅したいな。どんな妄想だよ。今、何か聞こえなかったか？ん？気のせいじゃないか？だって、見ろ！井戸の中からサバコが！包丁でサバコをさばこう。お前、バグってんのか？大丈夫。さっきも言いましたが、二人とも脳波は正常です。ただ脳に過剰な負荷がかかったことは確かですから、今日は早く帰ってゆっくりと休んだ方がいいかと。制限時間を超えて進駆したこと、確かに危険だったかもしれない。悪かったよ。本当に反省してる？ああ。じゃあ今度歌舞伎町のホストクラブでピンドリおごってね。もしくは今すぐ私の靴を舐めるか、どっちかしてくれたら許してあげるわ。なあ太田、確認させてくれ。お前が冷凍倉庫で白熊と戦ってた時、白熊の左足にクレーンのフックが刺さらなかったか？そういえば刺さったかも。かも？言わなかったっけ？あの時のことはあんまりよく覚えてないんだよ。緊張とか興奮とか恐怖とか、そういうので頭ん中が真っ白になっちゃってて。でも今言われて思い出したよ。うん、間違いない。白熊の左足には確かにクレーンのフックが突き刺さった。それでフックが抜けた時に血がビシャーって飛び散って。伊達、首都圏に存在する全病院のデータを調べてみた。だが今日の午前3時以降に訪れた患者で左の大腿部に刺創を負った者は一人もいない。ソムニウムで見た光景が確かなら、相当深い傷だったはずだ。自分で応急処置をしたってことか。あるいは仲間にやってもらったのかも。複数犯だと？そうは言ってない。仲間と言ったっていろいろあるだろう。ちょっと眠気が残ってるみたいな感じで万全とは言えないけど。刺された脇腹の方は？え？あ、いたなんか突然痛くなってきた。伊達さんが無理やりこんなところに僕を連れてきたから。俺じゃない、ボスが勝手に。そうだ、告訴しよう。勘弁してくれ。じゃあアセトンちゃんが使ったストローゲットしてくれる？それを僕にくれたら告訴しないであげるよ。太田の体調に問題はないだな。
それは怖かったから。怖かった？だってもしかしたら犯人が口封じのために僕の病室にやってくるかもしれないじゃないか。でもお前犯人の顔は見てないんだろ？見てないけど犯人がどう思ってるかなんてわからないし、万が一のためだよ。伊達さんだってあるでしょ、万が一のために何かを事前に準備しておくこと。例えばコンパに出かける前に部屋を片付けておいたりとかさ。ああ伊達さんはそういうの経験ないか。お前の方がないだろう。とにかく犯人は左足に深い傷を負っていることが分かりました。これは大きな収穫です。伊達くん、今すぐ外に出て左足を負傷してる人間を探してきて。どうやって？聞き込みでも何でもすればいいでしょ。無茶言うなよ。この東京に一体何人の人間が。なんだ。おい伊達、どうしたんだ。大丈夫ですか？ここは。あ、生きてたんだ。水木。一体何が。キャバクラで飲みすぎてぶっ倒れたんだよ。嘘をつくな。制御室で倒れたところまでは覚えてる。だって夕べのシンクで危険なことしたんでしょ。そのせいで脳に過剰な負荷がかかって意識を失ったって、あのボスって人とピュータって人が言ってた。二人に会ったのか。伊達をここまで運んできたんだよ。最近の操作で疲れも溜まってるだろうからゆっくり休ませてくれってさ。手の脳は腐ってるからもう長くはないだろう。そろそろ葬式の準備をしておいた方がいいって。心配いらないって言ってたんだな。うむ、お前の脳に目立った損傷は見られない。捜査を継続しても問題なさそうだ。病院に戻ったみたいよ。
太田にシンクしたことは昨夜ボスが話したんだ。冷凍倉庫で何が起こったのかも。どうしてそこまで。水木が詰め寄ったんだよ、捜査状況を教えてくれって。水木は両親を失ってる。きっとボスは水木に隠し事はしたくないって思ったんだろう。休みだよ。どうして。今日は火曜日で平日のはずだが。だってって本当無神経だよね。響きに決まってるじゃん。私も連れてってくれない？昨日も言ったはずだ。お前を危険な目に遭わせるわけには。もうすぐ犯人が捕まりそうなんでしょ。犯人は左の太ももを怪我してる。だからあとはその人を探せばいいだけだってボスが言ってた。手伝わせてよ。ダメだ、お前はここにいろ。伊達は私の気持ち何にも分かってない。私は両親を殺されたんだ。二人の死体をこの目で見たの。このままここでじっとしてたら気が変になりそうなんだよ。お願い、だって。少しは瑞希のことも考えてやれ。瑞希は今一人ぼっちなんだ。瑞希が沖浦と翔子の元を離れたのは今から4年前。だがそれでも二人との間には見えない絆があったはずだ。その絆が犯人のせいで断たれてしまった。二人を失って瑞希は今限りなく孤独に近い。水木にはもう頼れる人間は一人しかいないんだ。誰のことかわかるだろう。しょうがねえな。え？連れてってくれるの？ああ。ありがとう、ありがとう伊達。それで顔を拭け、出かけるぞ。しかし弱ったな。犯人が片足を負傷しているという手がかりだけではどこをどう操作すればいいのか。現場百遍、もう一度事件と関係してる場所に足を運んでみるか。あるいは手当たり次第に聞き込みでもしてみるか、だな。前にも話したと思うけど、ブルームパークはね、私の思い出の場所なんだ。ここが閉鎖される前、パパとママと一緒に来たことがあって、二人はいつも喧嘩ばかりしてたけど、たまには仲のいい時もあってさ。ここに来たのはその
たまにはの時だったんだ。私ものすごくちっちゃかったけど、二人が揃って笑ってることなんて本当に珍しくて、だからその時のこと鮮明に覚えてるんだよね。その時もこうやってメリーゴーランドに乗ったの。ママは馬には乗らず私の隣に立って、私が落ちないように手で支えてくれてた。それって先週の金曜以外でってことだよね。だとしたらないよ。だってここ立ち入り禁止じゃん。まあそうじゃなくても来なかったかもしれないけど。どうして？なんて言えばいいんだろう。綺麗な思い出のまま残しておきたかったっていうか、別の記憶で上書きしたくなかったっていうか。でも結局は最悪な記憶で上書きされちゃったんだけどね。私ちっちゃかったから絶叫系のやつとか身長制限で乗れなかったんだ。だから観覧車とかコインで動くパンダとか、そんな退屈な乗り物でもあの時はとても楽しくて、楽しすぎて罰が当たるんじゃないかって不安に思ったくらい。パパは回転台の外側で私とママの写真を撮ってた。柵の向こうで古いフィルム式のカメラを構えて、パパの前を通り過ぎるたびに私とママは一生懸命手を振ってなんかまともな家族みたいなね。さぞかしいい写真だったんだろうな。それが全然。園内のサービスステーションで現像してみたら全部ボケボケで、ほとんどまともに撮れてなかったの。でもあまりにボケボケだったから私もママも怒るどころか笑っちゃって、もしかしたら3人であんなにゲラゲラ笑ったのあれが最初で最後だったかも。ねえ、伊達は家族の定義って何だと思う？定義？血がつながってるとかそういうことか？それだと私と伊達は一生家族にはなれないね。いや、まあそれはそれで全然いいんだけど。いいのかよ。私はこう思うんだ。家族っていうのは当たり前のことが当たり前にできる関係性のことなんじゃないかって。ん？例えばただいまって言ったらお帰りって帰ってくるみたいな、そういう当たり前のことを当たり前にできるのがきっと家族ってやつで、その意味じゃ私とママとパパは最後まで家族になれなかったのかも。
いつまで経っても当たり前のことを当たり前にできなくて、精一杯頑張ってみてもギクシャクした感じは抜けなくて、最後には頑張ることに疲れちゃって、私が殺したんだよ。え？パパとママは私が殺したんだ。私はずっといい子じゃなかった。ママの言うこと全然聞かないで、当たり前のこと当たり前にできなくて、だからママは私のことぶって、パパとママはそのせいで仲が悪くなって二人が離婚したのはだからなんだ。それでママは働かなきゃいけなくなって、危ない人たちとも付き合うようになって、もしも私がいい子だったらきっとママは殺されずに済んだはずなんだ。だからみんな私のせいなんだよ。なんで私なのよ。おい、飲みすぎじゃないか。なんで私ばっかり。未婚の俺が言うのもなんだが、お前ばっかりってことはないだろう。どこの家庭も子育てには手を焼いてるんじゃないのか。うちの子は異常なのよ。異常って。赤ん坊の頃からそうだった。よその子はあんなに夜泣きなんてしなかったはず。バギーに乗るのもあんなに嫌がらなかっただろうし、四六時中抱っこなんてせがまなかったはずなのよ。もちろん今もそう。他のうちの子はもっと片付けもちゃんとするわ。勉強だって自主的にするし、夜更かしも寝坊もあんなにひどくない。なんでうちの子はあんなに。話を聞いてると普通の子供としか思えないが、もしも問題があるとするなら、ショコ、それはお前自身の方にあるんだよ。私は誰よりもちゃんとやってるわよ。うちの子がバカなの、異常なの。ちょっと伊達ちゃん、あんまり興奮させないでよ。きっと翔子ちゃんも溜まってるのに、ガス抜きさせてあげなさい。こら、翔子ちゃん、目。はい、叱ったわよ。ちょっと、飲みすぎじゃない？伊達ちゃんまで潰れちゃったら、本当に収拾がつかなくなるわよ。母親が自分のせいで泣いてるとも知らずに。私、あの子のために仕事を辞めたのよ。今まで築いてきたキャリアを全部捨てて、自分の人生を犠牲にしてあの子を育ててきたの。それなのに
あいつはちょっと叩いたくらいで。手を上げてるのか。しょうがないじゃない、そうするしかないの。世間的には手を上げるのは良くないことよね。ええ、分かってる、そんなの分かってるわ。でも私には正当な理由があるの。あいつが私の言うことを聞かないから、しょうがなく手を上げてるのよ。しょうがなくってなんだよ、そんなもん正当な理由でも何でも。そうするとね、あの子は泣くの。それがたまらないほど腹立たしくて、私はもう一度手を挙げる。そしたら瑞希はさらに火がついたようにワン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 と泣きじゃくって。なんで泣くのよ。泣くぐらいなら最初から私の言うこと聞けばいいじゃない。そうすれば殴られなくて済むのに。バカな瑞希、バカな娘。だから私が悪いんじゃない、悪いのは全部瑞希なの。お給らとはちゃんと話し合ってるのか。私は頑張ってるわよ。なんでまずみんな私を褒めないの。なんで誰も分かってくれないのよ。伊達ちゃん、ああ今度は沖浦からも話を聞いてみるよ。僕は勘違いしてたんだ。勘違い？母親っていうのは無条件に子供を愛するものだと思ってた。でも世の中にはそれができない母親もいる。いや、正確に言うと愛してはいるんだ、ただ上手に愛せないだけで。翔子は母親に抱きしめられたことがないらしい。母親がいなかったわけじゃない、ただ抱き癖がつくとかいうわけのわからない理由で、抱っこもおんぶもほとんどされずに育てられたそうだ。あいつが瑞希の愛し方を知らないのは多分そのせいだと思う。人間に育てられた動物が親になった時、子供の育て方が分からずに育児放棄をしてしまう。それと同じさ。こんな時に冗談はいいかな。レンちゃんの話を聞いてあげて。私に子育てのこと聞いてどうすんのよ。それもそうか。納得されるとそれはそれで腹が立つわね。二人の話が終わった時、それが今日の閉店時間ね。悪いな。だからしょうがないってことにはならない。負の連鎖はどこかで断ち切らないと。やれるもんならとっくにしてるさ。カウンセリングは？もちろん進めてる。でも私は病気じゃないの一点張りだ。それどころか悪いのは瑞希だ。自分は悪くない、むしろ瑞希の方が病気なんだって。
いや、瑞希は翔子の元を離れようとはしないだろう。それは瑞希の望みではないんだよ。瑞希はずっと翔子のそばにいたいと思ってる。殴られても蹴られてもか。ああ、日常的に罵詈雑言を浴びせられても、ゴミクズのように扱われてもだ。いや、だからこそなのかもしれない。瑞希は愛に飢えている。もっと翔子に褒められたい、優しく抱きしめてもらいたい。そう思ってるからこそ翔子のそばに。僕には会社がある。レムニスケイトか。会社は今重要な局面を迎えてる。子育てなんかにかまけてる余裕はないんだよ。おいおい、お前もお前だな。もしかしてお前が子育てに協力的じゃないから翔子は暴走を。確かにその可能性は否定できない。僕にも一因はあるのかも。悪いが正直に言わせてもらおう。お前ら二人とも最低の親だ。俺はそのことを知っていた。だから4年前、瑞希を引き取ることに。瑞希、お前は何も悪くない。だから自分を責めるな。お前のせいなんかじゃないさ。何一つ、お前のせいなんかじゃ。なんで神社？もしかして犯人が見つかりますようにって神頼みしに来たとか？いや、悪いが俺は神の存在は信じちゃいない。うわ、今の中二っぽい。だから小六が中二を語るなよ。とても30代なのに最近四十肩っぽいって言ってたじゃん。似て非なるにも程がある。そんなことより本当にどうして神社なの？捜査に行き詰まった時よくここに来るんだ。ここに来るとなぜか明暗を思いつくことがあってな。都会の真っ只中にある静けさ、それが心を穏やかにして雑念を取り払ってくれるのかもしれない。伊達って意外とポエマーだよね。せめてロマンチストと言ってくれ。どっちも一緒じゃん。それこそ似て非なるものだ。倹約家とドケチくらい違うぞ。ほんと変なところに細かいよね。ねえ、狛犬ってさ、なんで口が開いてるやつと閉じてるやつがいるのかな？いい質問だ。まず口が開いてる方の狛犬はあという音を、閉じてる方の狛犬はうんという音を表していて、だから聞いといて寝るなって。すずちゃん。すずおくん。つうか仲いいよなお前ら。
あの石碑、なんて書いてあるの？電車に乗ってる時、ドアの両側に立ってる人は内側を向いてはならないって書いてあるな。確実に嘘だよね。ここに来るとお前を特訓した時のことを思い出すよ。そういえば二人でここに来るのは久しぶりだね。もうお前に教えることは何もない。修行の成果とくと見せてもらおう。うん、任せといて。はじめ！知らないと。え？お前たち一体何をやったらんじゃ。水木、ずらかれぞ。ちょっと待ってよ。ところで、例のいじめっ子たちはあれからどうなったんだ？あれ、言ってなかったっけ？ああ、聞いてない。聞くまでもないと思ってな。ちょっと脅してやったら私には手を出さなくなったよ。でもその代わり他の子が狙われちゃって、あいつらその子に対してひどいこと。だから私、全員の前歯を折ってやった。やれやれ。ねえ、せっかく来たんだからさ、お参りしていこうよ。言っただろ、俺は神様なんて。いいからいいから。僕も早く過ぎ去るように。お前は？内緒。願い事って人に教えると叶わなくなっちゃうって言うでしょ。お前それを知ってて俺に聞いたのか？え、だって伊達の願い事が叶わなくなったらその分私の願い事が叶いそうな気がするじゃん。お前の根性、ヘルニア持ちの背骨くらい歪んでんな。意味わかんない。さあ、そんなことより次はどこに行く？なあ水木、お前なら賽銭箱の隙間に手が入るんじゃないか？ねえ、伊達って本当に警察官なの？ここでイリスとオータンは殺されそうになったんだよね。そう思うとなんかゾッとする。お前にしては珍しいな。ひよってんのか？ひよう天下だけに。サブサブ。あ、なるほど。今のはひよってんのかとひよう天下をかけたダジャレというわけか。解説しないでくれ、恥ずかしいから。
あの段ボールに伊達を詰め込んで上から5トンの重りを落としたらどうなるかな。確実に死ぬわ。っていうかその前にあの大きさじゃ入りきらねえよ。じゃあバラバラにすればいいじゃん。太田が倒れてたのはあの辺りだったよな。そうだ。ってことはあそこにある血痕は太田のものってことか。うむ。いや、だが待てよ。白熊の足にフックが刺さったのも確かあの辺だったような。伊達、早速だが解析してみた。あそこにある血痕は一人の人物のものではない。二人の血液が混ざったものだ。一つはおそらく太田のもの、そしてもう一つは。おい、あの血痕の DNA 鑑定は？もちろん血液の採取はすでに行いました。今は科捜研に回されて鑑定の結果を待っているところです。何をもたもたしてる。だってその血痕は犯人に刺された松下太田のものでしょ。特に急ぐ必要もないかと思いまして。大至急最優先で鑑定するよう伝えてくれ。あの血痕には犯人の血液が混ざってるはずだ。はい、わかりました。やったね、伊達。よくわからないけど、なんかものすごい進展なんじゃない？ああ、うまくいけば一発で犯人を特定することも。だが、鑑定の結果が出るまでにはしばらく時間がかかる。ここで待っていても仕方がない。別の場所に行ってみよう。うん、わかった。おい、伊達見ろ、ヘラクレス・オオカブトさんがいるぞ。わーいわーい、ヘラクレス・オオカブトさんだ。っていうか、なんでそんなんがいるんだよ。おのれ、中野大江の王子と中富の鎌足りめ。蘇我のイルカか。集中率 100% の裏サイトか。パンダもらって帰ろうっと。あ、怪しいサンバの PV だ。おお、怪しいサンバか。だけどその絵、大根を植えるさなぎってタイトルみたいよ。
ごめん、見てないや。足が怪我人みたいな人だったら見かけたけど。何それ超怖いんだけど。たまに遊びに来た時に少し話すことはあったかな。どんな話を？別にそれっぽい感じのやつだよ。それっぽい？最近は元気かとか、ちゃんとご飯は食べてるかとか。なるほど、確かにそれっぽいな。なあ瑞希、ちょっと事務所に行って、誰か左足を怪我してるやつ見かけなかったかって聞いてきてくれないか。うん、了解。その様子だとダメだったみたいだな。うん。そうだね。何か大事なものが見つかるかもしれないし。くそ、外れか。そう気を落とすな。操作に外れと靴ずれはつきものだ。足で稼げってことか。2カップだよ。まあ確かに2カップだろうな。3カップだったら怖いもんな。だって何聞いてんの？ちょっと恥ずかしいけど。マジで本当にいいの？うん。だて、何やってんの？え？それって操作に関係ある？なんてやめな。俺は彼女と一緒に熱海に行く。そう決めたんだ。止めないでくれ。薬の影響か。脳に障害が発生しているようだ。それってもしかして本気で言ってる？これが冗談を言ってる顔に見えるか。さて、しつこい。いい加減にしないと本当に怒るぞ。さあ一緒に行こう、熱海へ。